車とかオートバイ、自転車とかいじりたいけど、ちょっと家じゃ無理。だったら静かなところまでちょっと出てっか。確かにスペースはあるんだけど、まあ暗くて作業できないよ。こんにちは、商品レビュー専門です。趣味でいろいろなものを整備してる人、場所の問題があるんですよね。まあ昼間は仕事してるし、あといろんなところにも人がいる。だから夜快適なんですけど、まあ暗くて作業できない。そういう人にいいと思うもの、提供いただきました。こちらですね。というか、投光器だろ。これがあったって結局電源。これコードレスです。充電式です。スイッチ入れます。明るいですよね。さらに明るい。うん。コンセント式の投光器並みに明るいですね。だからこれを置いとけば、どこでも作業できます。あと自宅のガレージに配線がなくても、これを手に入れれば投光器使いますよ。2馬力自転車を整備したい。そういう時も嬉しいですね。ここに充電ポートがありますので、付属の AC アダプターか、USB のケーブルで充電してください。USB で充電できるの嬉しいですよね。もう今、充電何でも USB ですからね。コンセントより USB の数の方が多いのかな。もちろん釣りとかキャンプのアウトドア、まあちょっと形がいかにも作業用って感じですけど、使えないことないですね。意外とこっちの方がいいかもしれないですね。これを遠くに置いといて、広く照らす。近くに置いとくとちょっとギラつきますけど、遠くだったら柔らかいですからね。あと何かに反射させるとかね。テントの中に入れとく。まあいろいろ応用を考えてみてください。あとはかっこいいビーコンとしても使いますね。こんな照明もできますよ。なんかかっこいいですよね。なんかアメリカ風。これ目立ちますよ。緊急時もいいですけど、何か店の中の照明として面白そうですね。これを遠くに置いとけば、なんだろうって。ちょっと注意を引かせる。アメリカ風でいいですね。なんか、この光り方、アメリカの警察ってイメージがありますよね。こうやって光って、パトカーとか消防車についてる。そんな感じですね。パターンいろいろあってかっこいいですね。気になるけど、こういったでもかっこいいですね。私の撮影の小道具として使おうかな。照明で悩んでた人、ぜひこの LED のランタン、コードレスの投光器、使ってみてください。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。